はいじゃあそれではホワイトボードを移してくださいはいじゃあそれではですね皆さんお手元こちらご用意ください早速学習を始めていきます皆さんこんにちは TBC 受験研究会統括講師の山口雅宏で,すで本日はですねこちら平成30年度の事例の2ですねこちらについての回答解説講義を始めていきますのでまずはお手元ご用意ください で今回こちらですねまずは回答する前にしっかりと確認していただきたいのが ① から ③ のステップですねまずは80分という制限時間の中でまず最初に皆さんが行っていただきたいことは問要求の把握ですすなわち具体から抽象のプロセスを例えば今回ですと第1問第2問第3問第4問とまず全て行ってから行ってから でですね予予見見文文章の分析予見文の分分析析、ね、まあこちらは SWOT 分析さらに強みをランク付けしていくブリオ分析、まあ、こういった分析が考えられるかなと思います。でさらにそこが終わったら最終的には回答の作成で今度は抽象から具体のプロセスとなります。 だからまずですねいきなり予見を全部読んでいくんじゃなくて詳しく読んでいくんじゃなくてまずは最初にですねこちら一から進めていただくとよりですね早くより回答の軸がしっかりできたまあ答案になるかなと思いますのでぜひねそういった形で取り組んでいただきたいと思います。ははいじゃあそれではですね 1> 第第問問から第4問まで今からですねこちら切り替えて進めていくんですがその時に段落番号について私の方でですね何段落目から出ていますよっていう解説していきます。 だからまず最初にですね皆さんお手元こちら問題用紙を見てくださいで問題用紙を見ながら、まあ、ここからここを今回は第一段落としていますっていう形で、まあ、認識ねあの相互に深めていきたいなと思いますんで是非ですねまずまず問題の方ですね見てください。そして上からですね段落ごとに何段落目のことを今言ってるのかっていうのが後の解説で分かんなくなっちゃうとちょっと困りますんで、まあ、一緒に確認していきたいと思います。 はいじゃあいきましょうまずは一段落目 B 社は X 市市街地中心部にある老舗の日本旅館であるというふうに書いてありますここが一段落目ですねで一段落目の中にはまあ、明治初期に創業し約150年の歴史を持つみたいに書いてありますのでまあ、どちらかというと強みの中で まあ、経路依存性のある強み歴史的に長くこう続いてきたという強みがあるのかなっていうのがまず最初に読み取れるかなと思います。でその他はまたこのうち1名はつい最近雇用した英語に堪能な従業員とかねまあこれすごくですね試験員の人が付け加えたようなところになってますけれどもまあこういう強みがあります。あと設備資源もありますよというのが1段落目になります。続いていきましょう2段落目 簡素な朝食は提供しているものの客室稼働率に上下があり食材のロスが発生するここ2段落目ですね。で2段落目の内容は強みとしましてはまず宿泊客からまあ夕食を観難で取りたいというこの要望があった場合には この地元すぐそばにある地元のまあこちら割烹料理店からの仕出しで対応しているという形で外部資源をしっかりと活用しているこういう強みがありますよねというところが2段落目で読み取れるかなと思いますであとは2段落目の内容はこちら見ていただきますと「館内には大広間があり窓からはここ大事ですね小ぶりだが和の風情のある苔けむした庭園を眺めることができる」これはもうブリオ分析の中で言うと。 愛ととかか王に近いかなとね皆さんあのブリオ分析を行う時にはまあそうですね優しめにつけてあげてください中小企業ですからね厳しくつけるとなかなかねあの全部ね V になって止まってしまうことがありますんで愛とと王にに行くように是非進めていいいたただきたいと思いますでそしてさらに歴代の社長たちは皆この辺もですねずっと私強みで後半部分 海外でも名の知られた作家や芸術家もいるここも強みとしてあのピックアップしておりますはいこれが2段落目ですねで、そして行きましょう3段落目見ていきましょうこの辺は機械ですね X 市は江戸時代から栄えた城下町であるこの辺機械として私はピックアップしております皆さんいかがでしょうかねであとは東から南側にかけては名札古札が点在する地域とか 西側にはショートの名残である広大な商業地域が広がっているなんてところもまあ機会としてね出てくるのかなとあと立地の特性として B 社は創業時からちょうどこの中央に立地しマーケティング上でいうとプレイス的な強みでですすねね場所と立地です、ね、でこれらのエリアはいずれも都府県内にあるっていうのはまあ強みとして皆さん考えていただきたいと。ととさらに見ていきますと この間を結ぶバスのこととか、国内線と国際線の離着離発着ね離発着がある空港がありますよなんてところねあ空港に向けてバスがありますよなんてことが書いてありますんでまあぜひ見ていただければと思いますだからインバウンド客をこう取り込んでいくにはまあまあ支障がないでしょうといったところがこちら3段落目の内容かなとそして4段落目行きましょう。 X 市市街地の中でもといったところで、まあ、この辺はですねもう本当に「機械」の内容でずっと私はマーカー引いたかなと思います。でずっと機械で「夜通し続くこの祭りの見物客は年々、ね、近年年々増加している」なんて形で書いてありますで、まあ、これは「機械」と。 であとはいろいろとね書いてありまして4段落目そして5段落目10年ほど前といったところから5段落目ですね「X」の名刹と商業地域が高視聴率の連続ドラマの舞台となりここがずっと5段落目でここもほとんど5段落目は機械ですでさらに6段落目も機械であります。 こちらですね X 氏は大都市圏とも近くといったところがずっと機会でありまして1、まあ、つですね商業地域には空き店舗があったという過去のまあこちらは弱みというふうに考えてまして、まあ、そちらなんですけど、まあ、実際にはですね観光客が回避しそうな通り沿いの空き店舗にはまあ協力したということなんで、まあ、弱みとしてね商店街の弱みね ああ B 社から見たら脅威的なところになるんですけどまあこの辺はさらっと流して特にマーカー引かなくてもいいのかなとフォローしましたよなんてところがありますんでまあ非常にねこの商店街地元の老舗商店とかのねこのつながりっていうのは非常に強いのかなっていったところでまあ外部的な機会としてまあ私の方ではピッックアップしております、ねまあ、若干ちょっとね空き店舗があったっていったところをちょっとね弱みとか脅威に捉えた方もいらっしゃるかなと思います。 はいでそしていきましょうこちら図と連携しているところですねリンクしているところをしっかりと考えていただいて7段落目一方 B 社のビジネス手法は創業時からほとんど変わっていなかった私ここはですねちょっと弱みにしてあるんですねやっぱり環境に合わせてドメインも変えるドメインも変えていくと、まあ、ビジネス手法も変えていかなきゃいけないといったところは考えるところでありますんで戦略上ねだからちょっと変えていないっていうのはどうなのかなと私弱みにしております はいでそのほか明治時代から「うんぬんかんぬん」と書いてあるところについては皆さんねしっかりとこれは機会でありましてねちゃんと一定数いたから、まあ、やってこなかったよなんてところになってきます。そして8代目さあいきましょう就任してといったところ、まあ、環境変化に対応しだしましたって8代目のことがずっとこちら「えっと、段落番号7段落目」に書いてありましてね。 でそして、まあ、こちらですね、まあ、従業員教育、まあ、始めましたなんてことが英語、書いてありますよといったところになっています。最低限のコミュニケーションが主要な外国語、まあ、英語だけじゃないですね主要な外国語でも、まあ、外国語で測れるよう従業員教育この辺は頑張ってますよねははいじゃあそししていきましょう馴染み客らは高齢化この辺が脅威ですね。 でさらに最寄り駅から距離のあるこの B 社には事前に予約のない客が宿泊することはほとんどないとこれもまあちょっとね脅威なのか弱みなのかネガティブな感じですよね。はいでそして八段落目 B 社から距離の離れた駅前にはチェーン系ビジネスホテルが2軒ほどあるがっていうのがこれが脅威とでその後機会が続いていて弱み1点見逃さないでください B 社だけがこの需要を享受できていない状態。 ここが弱みとして私マーカーを引いておりますでさらに見ていきましょう九段落目まあここ制約条件ですねどちらかというと経営者の考え方なんでドメインの上位概念として考えていただいた方がいいかなという制約条件こちらが八代目は事業承継したばかりで経営の行き先が不透明であるため宿泊等の改装改築などの大規模な投資は当面避けたいであとは 価格の値上げですね宿泊料の値上げにも着手したくないと書いてあるんでここはもう制約条件として捉えてくださいこれが急段落目そして図がありますので見逃さないようにしていただきたいと思いますはいじゃあここまで皆さんですねしっかりと段落ね番号をつけていったらいよいよ次から第1問からですね解説を始めていきますんでまずはしっかりとこちらホワイトボードの方を移してくださいよろしくお願いします はいじゃあそれではホワイトボードを移してください。はいじゃあそれではですねこちら続きましてお手元第1問ですねこちらの解説を始めていきます。はいじゃあそれではですねお手元第1問の説問文をまずしっかりと見ていただきまして説問文,文の中から何をピックアップしていくのかこちら確認してみてください。ででまずですねね B 社の現状これを、ね ピッックアップしてていくことがとがも大切でその現状を抽象化してじゃ時系列としてはいつなのかっていうのをまず明確にしながら回答を仕上げていくでここですね現在なのか過去なのか将来なのか。 この時系列を間違ってしまうと、こう得点に結びつかないばかりか、減点される可能性もありますので、ちょっとこちらですね、注意深く回答を仕上げるようにしていただきたいと思います。すると今回はお手元見ていただきますと、現状と書いてありますんで、ここは現在ですよね。時系列は現在になります。 だから予見文書を見るときにも現在のところをちゃんと見ていかないといけないここ要注意ですそして続いていきましょう 3C さあ出ましたキーワード 3C ですね 3C の観点で今回は非常に親切なのがこちらお手元見てください 3C カスタマー顧客競合そして自社とね カスタマーコンペティターカンパニーというふうにちゃんとこう振り仮名じゃないんですけれども説明を括弧書きで加えていてくれるここすごくですね親切な出し方ですで今後ですね、まあ、こういった傾向が出た時にこれ括弧で書いてなくても 3C っていったら今回の内容なんだよということをです、ね、ぜひ覚えておいてください。 でそししてですねいきましょう分析の観点から時数も結構多めですね150字以内で述べようとなってますのであかなり時数が多いなとそして時数が多いということはうまく時数制限の中でそれぞれの内容を配分して書かないといけないすなわち偏るとその部分の点数が少ない場合には減ってしまう可能性がありますので150字どういうふうに分けて使うのかなと。 まあ今回、こちらね、三シーと書いてあるので、だいたい三分の一ずつということは、三・五十五で百五十字。だいたい五十字ぐらいなのかなという。あたりをつけながら、回答作成。すなわち、抽象から具体のプロセスですね。こちらで考えていただきたいと思います。はい、じゃあ、いきましょう。まずは三シの内容ですね。まず、三シの内容は、もう抽象化すでにできているかなと思うんですが。 顧客競合自社、そして今回はもう予見文書を見なきゃわかんないですね。予見文書を見なきゃわからないので、すぐにこの段落こちらをしっかりと考えていく必要が出てきます。じゃあ、予見文書を見ながら。まとめていくのですが、どういう点に？ 留意して回答を進めていったらいいのかと言いますとある程度の文字数が皆さんありますで、ある程度の文字数があるのでまず抜け漏れなくっていうことをぜひ考えていただきたい抜け漏れなくまとめていくここすごく大切になります抜け漏れなくそして回答のバランスを考えていく例えばプラスの要因ばっかりじゃなくてマイナスも必要ですよね しで考える場合だからプラスばっかりに偏るんじゃなくてマイナスもちゃんと加味しながら回答していくっていうことがとても大切になりますのでその時皆さんはじゃあどういうテクニックで進めていくのかと言いますとここで出てくるのが戦略的にはスウォット分析です今回は戦略系の問題になりますんでスウォット分析を活用してうまくですねまあ強みと弱みすなわち プラス要因とマイナス要因っていうのをちゃんとバランスよくかけるかここぜひね皆さんしっかりと考えながら回答を設計していただきたいと思いますはいだから今回はですねこちらの中に顧客の視点についてスウォット分析そして競合の視点についてスウォット分析さらに 自社についてのスウォット分析という形であえてスウォット分析を1枚かますことによってうまくバランスの取れた回答を作り上げていこうとこういうふうな趣旨でこちらねちゃんとこちらホワイトボードの中に書いてますするとまず見てください顧客さあ顧客の視点で考えるとこれは外部環境になりますよね外部環境になるだから脅威でありますしまた機械でもあるので スウォット分析の中でいうと脅威の部分と機械の部分でうまくバランスをとって書けばこちらですね解答設計上は非常にいいものになるのかなというふうに考えてくださいそしていきましょうそしてこちら競合で言いますと競合も外部のことですからこちらも脅威そして機械 の内容で考えればいいですしそして自社行きましょう自社は内部環境ですから S 強みとそして弱みというところを中心に回答をしていただければいいかなとでそれぞれについて 脅威なら脅威だけに偏ることなく強みなら強みに偏ることなくうまくですねプラスとマイナスの部分をバランスよく書くことによって点数がですねやっぱり取りこぼしなくすなわち抜け漏れなく回答することが可能になりますんでぜひね 3C とスウォット分析の関連性ここしっかりと皆さんですね使い方です覚えるんじゃなくて使い方をしっかりとインプットしておいてください知識は知ってるはずですよね 一次試験で出ておりますから知ってるはずですんで使い方をインプットしていただきたい二次ではそこが大切になりますはいじゃあいきましょうここまでまず進めていってバランスを取るじゃあなぜバランスを取るのかっていうと試験員の先生はちょっとこちら板書で書きますと理論のプロですプロですね理論において実務のプロではないですよ理論のプロです別に今回の 会社をコンサルした先生ではないと思います。だから理論的に見てしっかりと過不足なく書くためには戦略のフレームワークを活用していくっていうのが一番ですね。まあ、点数取りやすいかなと思ってまあ今回こちらのね回答のプロセスにしてあります。で行きましょう。内容を見ていきますよ。まずはこちら。さあ行きましょう。顧客の視点から行きましょう。で。 顧客の視点でもう一つ 3C で間違えがちなのでちょっとここで間違えないようにしていただきたいのは自社の標的顧客ではないとよろしいでしょうかここ注意してくださいね顧客は何かというとこちら注意書き自社の標的顧客ではないですよとここ注意していただきたいと思いますこれ結構ですね 間違ってる方というか、受験校さんの回答も当時回答速報で私あの拝見すると、ここ間違ってる回答結構ね何社もいらっしゃるんですよ。だからちょっと皆さん注意していただきたいのが、自社の標的顧客ではないと。 ではないということをしっかりとインプットしておいてくださいこの辺ね間違って覚えちゃうとちょっととんでもないことになりますんでそういったきちっと言葉の定義は理論のプロである試験員の先生から点数取るためには間違ってはいけないですここ注意していただきたいね皆さん点取っていただきたいって考えてますからぜひそこだけはよろしくお願いしたいと思いますはいじゃあそれを踏まえた上でいきましょうまずどうでしょう 段落一緒に見ていきましょうね予見分の段落の中だと私考えたのは4段落あたりをちょっと見ました4段落この辺ありますよね顧客さあ4段落の中で見ていきますと夜通し続くこの祭りの見物客は年々増加傾向ここ私は機械としてマーカーを引きました。 夜し続くこの祭りの見物客は年々増加傾向とちょうど四段落目のところですねでこちらはあの強みとごめんなさい機械としてソート分析の「王としてマーカーを引いてますねプラスのマーカーですねはいじゃあそちらをですねまずしっかりとまずピックアップしてあと続いて何があると思います皆さんお客様これ五段落目もそうですよね五段落目見ていただきますとこちらはい。 見ていただきますと「まあ、客行を浴びた」なんて書いてありますしあとは最近ではほとんどいなかった夜間,の夜間の滞在人口は増加傾向にあるっていうことはこれは人口動態のことを言ってますのでこれも夜間のとこの辺をひっくるめてこれ全部観光客というキーワードにまとめられるかどうかといったところがポイントになります。 だから、まずは四段落目、五段落目、そしていきましょう。六段落目にも書いてありますね。この中で出てくるのは、インバウンド客が急増しているってありますね。六段落目、見てください。こちら、ね。えっと、そのためっていこう。ここも機械としてマーカー引いてます。そのため、ここ数年は和の風情を求める。インバウンド客が急増している。括弧図参照って言ったところで、図の中も合わせてみてください。 こういった分析系の問題の時には必ず図を見てですね、うわ、急に増えてるなと、ぐいっと増えてますね。それをちゃんと見ていただくということも大事になります。はい、じゃあ続いてまた行きますと今度は7段落目ですね。7段落目あたりをちょっと皆さんの中で見ていただきたいと。で、この辺はなんかお客さんのことが書いてあるんだけど、なんかこう宿泊客が言っていました。でもこれは一定数いたっていうのはこれ過去のことですね。 常に一定数以下これは過去なのでちょっと時系列はちょっと違うかなというふうに見ましてさあ行きましょう続いて7段落目の後半の方を見ていただきますと見ていただきますみみ客らは高齢化が進みこっちですよね時系列でいうところの現在というこの制約条件を考えていくとこちらザ減少傾向にあるここになります。 でまあ、そこの部分がしっかりと出てくるのかなじゃあこのお客さんは何なんですかっていうとビジネス客ですだからビジネス客でまとめていただきたいさあまずはこのカスタマーを考えていくと4段落目そして5段落目さらに6段落目と7段落目この辺がポイントなのかなで機械と脅威両方について捉えられたか否かっていうのを皆さんの中で確認しておいてください。 ですると、こちら現在というこれは何かというとちゃんと制約条件時系列という制約条件を加味してこの全体を考えていきますよという形で捉えていただきたいと。さあ、いきましょうまずここまでで回答を仕上げていくと回答は具体のところの一の回答になってくるかなと思います。の、ね、の回答とところにななるかなと で細かい内容は皆さん解説のを見ていただきたいんですけどここではまずは骨組みの問題ですねきっちりと骨組みだから1の回答を見ていただきますとまず書いていただきたいポイントは顧客は顧客ですかねビジネス客が減少脅威の部分ですねそして観光客が増加機械の部分さらにインバウンド客が増えていること。 まあ数字を見てそうですねまあ6倍以上とか数字を見て答えるのも一つかな。なぜここで図を出しているのかっていうこの出題の傾向を考えていただきたいそうすると何で図を出しているのかなっていうと定量的に見れますよねグラフとか図っていうのは。だからそういったところを定量的に見るならばまあそうですね何倍というふうに見た方がいいのかなと。 何年より増えているとかも入れていただいた方がよりいい回答になるかなとそれがなくてももちろん合格点にはなるんですけれども、まあ、合格点取れる方ならばもうちょっとねあと本当に5点10点という点数を上乗せしていきたいって考えるならばこちら1に書いてあるように2007年とかね、まあ、そういうふうなこう年度をしっかりと入れて、ね、考えていただきたいとここ見てくださいね1.0倍2007年1.0倍ですよね。 でここからずっとこうちょっと横ばいだったんですねこちら13年ぐらいそこからグイーンと増えてるといったところで、まあ、非常に2007年から17年の10年間でこんなに増えてますよっていうことをしっかりと書いていただければ、まあ、より、ね、図表をちゃんと図ですね図をちゃんと入れた問題の解答となるかなと思います。ははいいまずはこちらよろしいでしでででょうか丸1ですねで続いていきましょう続いてのところが競合これそんなにないですね競合 で機械っていうのはねなんか見ていただきますと確かにその通りかなと思うんですがまず8段落目見てください8段落目 B 社から距離の離れた駅前にはこれ脅威ですよねチェーン系ビジネスホテルが2軒ほどあるがここ一つで X 市,市街地中心部には B 社以外に宿泊施設がないここは私は機械としました。 だから今8段落目の最初のこのビジネスホテルが脅威でそして次まあ宿泊施設ないということでこれは機械だという形で捉えていただきたいだから今回は8段落目が中心となるかなとさあすると8段落目の回答をまとめていきますと二という形で見ていただきたいのがこちらですねお手元回答のを見てくださいまず一つ目競合は駅前に2軒のビジネスホテルがあり 近隣には宿泊施設がないこれがコンペティター競合の状況ですよね 3C の中でいうだから脅威と機械これがバランスよくかけているからここしっかりとまずね皆さん考えて回答を作っていただきたいとはいじゃあ行きましょう最後ですね見ていきますね最後の自社のところを見てください7段落目さあ自社ですねで 自社はまず一つ七段落目を見ていただきますとこちら庭園のこと書いてありますね庭園のことで庭園のことも書いてありますし和の風情のこともいろいろと書いてありますでもう一つ特筆すべきは何かというとこの七段落目のところからこの従業員いますよねとね従業員いますよねと言ったところで外国語対応というふうに一応回答の方にはまとめております すなわち、インバウンド客に対して、こう対応できる。ね、そういう体制を、まあ、整えているみたいなところを、しっかりとですね。書いていくことが大事なのかな、というところになってます。ここですね。まあ、その辺が一つポイント。あとは、そうですね。こちら、九段落目も見てください。九段落目見ていくと、なんか、この朝食。ね、日本の朝、だから、は。 和をちゃんと感じられるこういう風にしていったらうまくいきましたよなんてことも書いてあるんでこの9段落目も一つヒントに使えるんじゃないかなと思いますはいであともう一つですねまあ、この辺ですねこの8段落目の中でこれ弱みとして私ピックアップしました B 社だけがこの需要を享受できていない状態という風に書いてあるんでこれは良くないですよねこの観光需要 他はこう潤ってるわけですよ観光需要をバネに公衆益を上げているという他の業種は頑張っている、ね、他の業種の店店は頑張っているんだけれどもこの B 社だけがさあ弱みですここ引きました八段落目の最後 B 社だけがこの需要を享受できていない状,況状態だといったところここは私弱みとしてまあマーカーを引いております。さあそこをちゃんとととしていいいくとバランス的にはいいのかなと であとはそれぞれまあ7段落目8段落目9段落目が軸となるんですがそもそもまあこちらですね和の風情についてはこちらに書いてありますよねちょうどえっと1段落目あたりも見ていただきたいと1段落目明治初期からずっと続いてきて最近雇用したまあ英語に堪能だといったところこれ人的資源のことが書いてありますよねこういったところについて触れていく必要が出てくるかなと。 ね、でやっぱり和の風情っていうのが大事なのでそこをしっかりと捉えていくためには六段落目、先ほども少し触れたかなと思うんですけど和の風情を求めるインバウンド客団で、まで、あ、そういったところに対して和の風情っていうのをちゃんと提供していくような取り組みですとても大切ですよねと、はいまあ、そんなところを加味しながら回答のを見ていきましょう丸さんまずは自社は美術品や邸など和の風情の提供と外国語対応で、まあ、実際にインバウンド客に対応していると。 あともう一つ持続的競争優位ですねここも入れていただきたいんで長い二段落ですねこれ長いですよね二段落二段落ずーっと書いてあります二段落にはほら苔むした庭園とかこれも現在ありますよねそういったところを入れていただくはいだからこの辺は長くて一段落目捉えて二段落目ねこの辺ですねそして七八九段落目この辺がポイントになるかなと だから回答の中には皆さん見ていただきますとこちら美術品や庭園などで和の風情ということをしっかりとここでまとめてきているとねで和の風情というね言葉は何かというと六段落目ここにもヒントがありますよね六ちょっと書き流しましたけれどもこちらよろしいでしょうかはいでこの時にはできる限り何でも書けるんですけれどもこちらはですねまあ自社独自ねブリオ分析 無料分析で言うとできれば愛とか王に近近近いいいいい。ももものののを書いてくださいですがまあ英語のね、まあ、できる人はこれは皆さんの会社から見たら当たり前でしょうっていうふうに思ったりするんですが甘くつけてくださいね。 このブリオ分析はバーニーさん大きい会社ね上場企業とかみたいな大会社を通信に考えたものであるんですが診断士の試験では使えるフレームワークです一次試験にもブリオ分析が出てますよねでその時の注意点は事例の2みたいな小さい企業で用いる場合には甘くつけていかないと I と O なんて全然なくなっちゃいます全然なくなっちゃいます だから愛と王にするためにはかなり甘めにつけておいてください皆さんが自分の会社見る大きい会社だったら自分の会社を見るんじゃなくて、ね、本当にもう小規模で見るときに考えてくださいでそもそも今回はこの近くにはないわけじゃないですかビジネスホテルぐらいしかだからまあその地域で考えたら愛と王に、ね、加わるものって結構あるのかなぐらいの形で甘くつけていただきたいと思いますここだけ、ね、ちょっとお願いであります はいいじゃあよろしいでしでょうかねまずは第1問の内容なぜこれ慎重に今回ね皆さんに解説していったのかと言いますと問題全体を見ていくと少ないです少ないんですけれどもこれ本当にね合格した方の意見も踏まえてアドバイスしていきますと怖いと合格していた方は結構事例のに緊張したとまあもちろん合格点取れたんですけど緊張したというふうに、まあ、口々におっしゃってます。なぜかとというと 1>, 1問落としたら25点もう失うわけですよ。で、2問軸がずれたらもう半分ですから、そこの事例の2で合格点60点取れないと6割以上とだから非常にね。回答を書くときには軸ずらさないようにっていう形で緊張したっていうのが、むしろ事例の2だったなんて意見が結構聞こえてきますんで。 合格者の方からねだから皆さんもこういったあれ問題少ないからラッキーと思われる方もいらっしゃると思うんですけど配点見ていただきますと25点なのでこれ本当にしっかりとねきちっと点数を取るように点数を取るように回答を作り上げていただきたいと思いますはいじゃあよろしいでしょうかねまずはこちらしっかりと写してくださいこちらよろしくお願いします はいじゃあそれではホワイトボードを移してくださいはいじゃあそれではですね続きましてお手元ですね第2問解説を始めていきますはいじゃあそれではですね皆さんお手元第2問のまずは設問文ありますよね設問文の内容とこちらですね具体の内容まず皆さんが設問文を分析する際にしっかりとこちらに書いてある具体の内容を ピックアップできたかまずは確認してみてくださいはいよろしいでしょうかはいじゃあ行きましょうまず上からですね B 社は今後と書いてありますさあ今後と書いてあるので時系列はこれ大事ですよね将来となりますまずはしっかりと時系列は将来であることを確認していただきまして次行きますね新規宿泊客を増加って書いてあります さああお手元書いてありますね増加させたいと考えているというふうに書いてありますのでまずはこちら新規の顧客を増やすということそれが制約条件ですよとここしっかりとですね認識しながら回答を作り上げていただきたいとでなぜかというと今回ですねこちら新規宿泊客ということは売上を増やしたい。 という方向性なんですけれどもただそこに制約条件が加わっていてそれは新規顧客を増やすことですねなので既存顧客のリピートの方向性に持っていくと点数失いますよっていう制約条件ですのでここね皆さんしっかりと確認しながら進めていただきたいと思いますこの売上を増やしていくとかお客さんを増やしていくって言った時に 何でもかんでもですねこちら回答の中に詰め込んでしまうと点数がですねなかなか伸びないもしくは減点されてしまうということになりかねないのでやっぱり合格者の方はねこういった制約条件見逃さずにきちっと書いてますねだから皆さんもせっかくアイディアを出すならばやっぱりですね減点されないように得点をしっかり獲得できるように答案を是非ねこの辺の制約条件を読み取って作っていただきたいと思います。 はい、じゃあそれではですね、まずここ注意ですよ。で、続いていきましょう。B 社のホームページ、さ省略しておりますので、中見ていきましょう。こちらお手元ですね。B 社のホームページや旅行サイトに、B 社の建物の外観や館内設備に関する情報を掲載したが、反応が今一つ。ということは、これらの情報は B 社にとって抽象化していくと弱みになる。 弱みになるって言ったところになりますよね。強みではない、お客様から見て強みに映らないわけです。弱みなんですよ。じゃあ、なぜ弱みなのかっていうふうに考えたときに、こちら。競合と同質化してしまうというところになります。さあ、皆さん、同質化考えてください。しっかりと、ここですね。で、この手の事例の二のような小規模の企業ね。まあ、中小企業が出た場合には、やはり同質化は避けたいですよね。 異質化もしくは差別化戦略をちゃんと採用していきたい差別化集中とも言いますねでこちらを採用していきたいという形になりますのでまあ同質化は避けたいだけどこの一般的に建物の外観とかよくあるじゃないですかサイトに。であとはこちら館内設備とかこれはまあ,ありきたりなものなのかな。 だからまあ弱みとして映るというところか同質化してしまってまあ目立たないというふうに受け取っていただいてもこちらどちらでもいいいかなと思いますで今回こちらの内容がコミュニケーション戦略になってきますのでさあ皆さんねコミュニケーション戦略の知識を思い出していただいてそのコミュニケーション戦略を行う時に何を伝えていけばいいのかというところをもう一回ですね考えながら次いきましょうこちら。 どのような自社情報を新たに掲載ここに書いてありますねでさらにするとでちょっと省略されてますので中見ていきましょうこちらですね新たに掲載することによって閲覧者の好意的な反応を獲得できるかといったところですね獲得できるかということはプラスの反応です好意的な反応と書いてあります じゃ、あどうしたらいいですか？と言った時に、事例の2。マーケティング流通に関する事例では、やはり持続的競争優位ですね。まず、強みは何かっていうのを考えて、強みは何かっていうのを考えて、ブリオ分析の愛とを同質化しないものを考えていかないとダメですよと。とそうなりますね。 特に見てもらうといったところが大事になりますんでこの B 社の独自性非常に独自性の高いものさあいきましょう独自性と。こういったものを訴求していくべきなのではないかというところなんですがここでもう一ついきましょうはい。今後のさあ制約条件きました。制約条件はメインターゲット層を 明確にしてさあここでも出ますね時系列今後のとありますのでちゃんと制約条件が一番上と一番下に両方かかってますのでちゃんとそこはね皆さん確認しながら解いてくださいさあいきましょうすると今回こちらを抽象化していきますとまずドメインの知識になりますで標的顧客はどちらかというと機械につながるものです で先ほど 3C 分析を行いましたのでその中で機械にまずつながるものをピックアップしていただきましてさここも今第2問ですね第1問との一貫性というのがとても大切になりますマーケティング流通に関する事例,事例の2は一貫性というのがすごい大事ですね一貫性ちょっと上に書いていきましょうここすごく大事なキーワードです 一貫性一貫性というのをしっかり持って回答を作ってくださいというような問題がとても多く出てますのでそこは皆さんしっかりと一貫性第1問と第2問だから第1問で 3C で挙げた中の今回はこちらお客様は機械の部分をじゃあピックアップすればいいのかなしかも今後につながるところですね。でこちらは将来のドメインです。そうなりますすよね今後ですから でそこを考えながらじゃあドメインを解釈していきますとどういうふうにじゃあドメインを捉えたらいいのかと言いますとまずは標的顧客を決めます C を決めて次に C に対してファンクションを提供しますよね。これがマーケティング流通に関する事例の取り組み方。C に対してファンクションを提供してじゃあそのファンクションっていうのは自社のまずはリソースの範囲内で提供していく。 でそれでも足りなかったらそれでも足りなかったらやっぱり外部の資源まあ、外部の資源っていうのは強みと捉えることもありますしあとは機械と捉えることもあります。そういった外部の資源を活用してリソースを拡充させながら標的顧客のニーズを満たしていくということが大切になるかなと思います。はいここまでよろしいでしょうか。はいでここまでまず抽象化していったら次に行きましょう。段落をちょっと見ていきたいと思いますね。 さあ段落見ていきますとまずはですね私もお手元問題持ってますけれども問題ですね第1段落目をまず見てください。第1段落目こちらね。第1段落目のところでここ今回ね回答のところちょっと見ていただくと回答には価格っていうのを入れたんですよ。で価格。じゃあなんで価格をわざわざあのプライスのところを入れたのかっていうとこの1段落目のところに1とり1。 一泊朝食付き7,500円を基本プランまあ結構安いっていうかまあ非常に低価格お値打ちな価格なのかなとちょっと私は思いましたけれども、まあこういった基本プランとするとなってます。じゃあここともう一つですね、制約条件が要件文書にあるんですね。皆さんどうですか。探せました。この九段落目見てください。九段落目この辺は八代目の経営者の考え方、考え方っていうことは。 経営理念まあ、理念までいかないんですけどねまあ、経営に関する考え方なのでドメインから見た際のドメインから見た際の上位概念に当たりますよねこの辺注意してくださいなぜならば事例の2は戦略的マーケティングっていうのが背景に流れてますマーケティング戦略じゃないですよ戦略的マーケティングこの辺は皆さん一次試験の適当で必ず復習をしておいてください でこの戦略的マーケティングが背景に流れてますのでドメインに対する制約条件は上位概念経営理念とか経営目標または経営者の考え方こういったところをしっかりと加味して回答しなければいけないですよという問題になります。だから今回は一段落そうなんですけど。段落うていただきますと。とさあ既存顧客ます。との考え関係を考えると宿泊料金の値上げにも着手したくない そうですね値上げにも着手したくないわけですで、それはなぜかというと新規顧客をもう一つ取る新規顧客を獲得するって制約条件なんで客単価を上げたいっていう問題ではここはないわけですよねこれ皆さんね注意してくださいね客数と客単価のうちどっちっていうとそれは客数の問題となっております客数を上げたいこれ制約条件ですその客数の中で既存化新規って言ったらやっぱ新規のお客さん という形になりますでやっぱり値段は変えたくないっていうのが理念的な、ね、考え方で出てきておりますのでやっぱりここはちょっとね加味しながら回答するので回答欄を見てくださいあ回答欄っていうか回答ですね回答を見てくださいすると、まあ、一応ですねここまで書けなくても大丈夫かなと私は思うんですけれども一応ね、まあ、受験校の回答ですのであの細かく設定価格の範囲でというふうにお客様を絞り込みしました。 さらに絞り込んだねで、ここがとても大切になりますさあこういったところをちょっと踏まえながらまずは一段落目と九段落目ですねプライスのところを入れてそしていきましょうこの中で六段落目もまた大事ですよねインバウンドのお客さんとか観光客とかこういったところがまた出てくるかなとこれ先ほどねあの第一問の中で見てきた内容かなと思いますんでまあ皆さんね第一問を思い出してくださいでまずは 一段落と九段落と六段落といったところがまず軸になってくるんじゃないかなとそして経営資源がどうしてもリソースが限られてますのでまず回答を書くときに考えなきゃいけないのは標的顧客で絞り込むときにはどうしたらいいんですかっていうと。 デモグラフィックとかジオグラフィックプラスサイコグラフィックねこういった形で絞り込んでいきますよとまあデモグラフィックとかジオグラフィックとかそういったところでさらにサイコグラフィック要因で絞り込んでいきましょうというところになります。 まあ私の場合よくねデモとジオは一緒にしちゃう傾向があるんですけどまあそういったところとサイコで絞り込んでいくと標的顧客の絞り込みっていうのが行えるかなと。で先ほどの段落で言うと1段落目で、1段落目を制約してくるのが9段落目でさらにまあ段落の中で言うとまあこちらね6段落目。で6段落目の内容がまあ 和のって言ったところになってきますね和の不正を求めるインバウンド客が急増しているという風になってますのでまあ、こちらが何かというとサイコグラフィック的な要因になるのかなとね和のところがちょうど六段落目がサイコグラフィック要因になるのかなとはいまずここでですね最初にこれ回答にかかった大事だと思うんですがターゲット層を明確にしてって書いてありますんでどちらかといえばこれやっぱり ターゲットを先に決めた方がいいですねドメイン決めたからコミュニケーション戦略を決めていく要は戦略の方がドメインよりも海外念なので海外念ですねこの辺は企業系理論で勉強してると思います海外年なのでそこはまずは一番最初はこちらね「標的顧客」回答に書いてあります。B 社のの設定価格のこちら範囲で 和の風情を求める増加傾向のインバウンド客を含む観光客を標的顧客としましょうというような形で書いてあってまあ、こちらね増加傾向のなんてところも絞り込んでますでさらにそこに対してじゃあ何を提供していくのかっていうと回答先見ていきましょう海外でも有名な作家や芸術家の作品古風な和室や和の風情のある庭園 朝食,や朝食の献立や器など和の雰囲気を訴求するという形になりますんでここはもう持続的競争優位になってくるかなと独自性の高い持続的競争優位なんでそうですね段段落目とか9段落目目ととととかかかここういったところの内容になるかなる先ほど見ましたよね2段落目の内容といったところをお手元見ていただいたと思うんですけれども、まあ、2段落目のところでね 歴代の社長たちはとか書いてありますねあと苔むした庭園とかこういうのは苔むした庭園があるということはやっぱり150年の歴史を持つからこそなのかなというふうに考えておりますでそれっていうのはブリオ分析の中で言うと愛と王に近いえっと愛と王に近いですねで愛と王の中で理論的に考えていきますとこれは経路 依存性ってて皆さん言葉を覚えてますよね歴史的な背景があること経路依存性にこう準拠してますのでしっかりと理論的にもそこは OK なのかなと思います。はい、じゃあそうしていきますとまず2段落目に書いてある内容そして9段落目に書いてある内容先ほども見ていただいたこちらですね内容になるかなと思います。はい、でその辺をちょっと考えながら9段落目はこれ制約条件ですね。 投資とかもしたくないなんてこう書いてありますし、あとは器を切り替えたなんて強みも書いてあります。そこを考えながら回答を皆さん書いていただければと思います。はい。で、そうしていくと、まあこのリソースにリソースを持って、リソースを持って持続的競争優位のブリを分析の中の愛と王の部分、こちらをそう。 していきます訴求というキーワードよく使いますので必ず漢字として使えるようにしておいてください。はいじゃあそれではですね回答のところちょっと見ながらいきますと訴求するただ書き方大事ですよ書き方注意してくださいねちゃんと訴求内容と訴求内容とこの標的顧客ちゃんと一貫性ありますか回答を書いたににちゃんとここに対する 一貫性があるかどうかっていうのも必ず確認をしておいてください一貫性があるかどうかっていうのもちゃんと必ず確認をしておいてくださいこちらですねよろしいでしょうか回答の中での一貫性ねこれもしっかりと丁寧に配置高いですのでぜひ、ね、考えて回答を作成していただければと思いますはいじゃあそれではですねこちら第2問の解説は終わりますのでしっかりとまずは移してくださいよろしくお願いします はいじゃあそれではホワイトボードを写してくださいはいじゃあそれではですね続きまして第3問ですねこちら解説を始めていきますはいじゃあそれではですねお手元まず見てください設問文ですねでさらにホワイトボード行きましょうまずは具体のところしっかりとこちらがピックアップできたかっていうのを確認してみてくださいはいよろしいでしょうかじゃあ上から行きますよ宿泊客の インターネット上での好意的な口コミをより多く誘発するためとなってますねさあこれを抽象化していくとどういう知識の軸になるのかここすごく難しいところになりますでなぜかというと漠然としてますよね特にこのマーケティング流通に関する事例事例の2は こういう問いかけをいかにうまく抽象化できるかって言ったところがですね得点における大きな勝負どころになってくるかなと思いますでその時に考えていただきたいのはこの問題すなわち B 社の全体的な全体的な戦略的マーケティングを必ず考えていただきたいんですね 断片的にそれぞれの問題を解くんじゃなくて全体的なものを考えるで、その時に戦略的マーケティングが必ず背景に走ってますのでじゃあここで標的顧客は決まってますよねよろしいですよね宿泊客ということはこれ標的顧客はだいたい決まってきております でそれはドメインを設定しておりますので CFR の中の C カスタマーは第1問もそうですし第2問もそうですしちゃんと C の部分は 3C から標的顧客という流れの中で大体確定してきております。でそして今回はその宿泊客っていったところにかぶってくるわけですね。 だから常にドメインの中の標的顧客を頭の中に思い浮かべながらもしくはどこかにメモを取りながらそしてファンンクションですここではドメインのファンクションすなわち標的顧客の顧客満足を得るためには何を提供すべきかといったこのファンクションを中心に考えていくと回答が作りやすいかなと思います。はいいじゃあ見ていきましょうここの中でで多く誘発するため物からこと ここよよろしいですよね一次試験の企業経理論の中でもやっぱり顧客機能っていうのはこと物とがありますねでどちらかというとこの B 社はどっちが強そうですかこちら物例えば物をサービス業なんですけど今回宿泊のね物というのはじゃ一般的に設備とか泊まるなんかこの宿泊に対するまあ直接的なサービスっていう風に考えていただきたいこれを「もの」としましょう今回ね。 ですると例えばじゃあ大浴場があるんですかないんですかとかそうなりますよね。で朝食があるんですかないんですか夕食があるんですかないんですかとか、まあ、設備はどうなんですか外観はどうなんですかっていったところがどちらかというと物につながりますよね。ドメインの中の。中じゃあそこは強いのかというと今回の B 社はそんなに強くないですよね。ならば和の風情とかってどっちですかそれはは物ではなくて、 ことになりますのでことを重視した方向性すなわちここでしっかりとことを認識することがこの B 社全体のドメインの一貫性ここになってきますまず軸を作るときに標的顧客は決まってますので でそしてそれに対する顧客機能ということは標的顧客のニーズを満たすのが顧客機能ですねじゃあどちらのものがあものじゃないどちらの顧客機能の部分がまあこの B 社においては強いのかっつったらこっちじゃないですかですよねでそれが C と F との一貫性になりますこれ戦略的マーケティングの発想ですからしっかりとインプットしておいてくださいでそしていきましょうこちらはいおもてなしの一貫として従業員との さあ出ますね交流を促進したい従業員が何か例えば宿泊に対してベッドメイキングとか配膳とかいろいろとありますねそういうサービスのことを言っているんじゃないんですよねっていうところがちょっと読み取れますよね。交流を促進ししししたいしかもおももおおてててななと来てますおもてなし おもてなし交流ということは、一般的なこの宿泊サービスではなくて、何かそこに付随する。このことにつながるものではないかなという類推が、ここで立てられるんじゃないかなと思います。そして、下側交流を行うべきかですからね。じゃ、交流を行うべきでかって言ったところになるので。 もうこれは本当にことの部分二重線で引けます線。繋がってくるかな。そして抽象化していくと従業員との交流なのでコミュニケーション戦略の中では人的ですね。人的でサービス業の例えばサービストライアングルっていうのを皆さん思い出していただければコンタクトパーソネルですね。従業員っていうのはコンタクトパーソネルだからインタラクティブマーケティングになりますね。この部分インタラクティブなところになってくる。 じゃあそういったところをちょっと考えながらじゃあ何をこうね交流していけばどういう資源を使ってどういう交流をしていけばいいのかっていったところを考えなければいけないのでじゃあ考えていきましょうというところになってくるとこれ結構漠然とした、ね、問いかけなんですがここでこそ戦略的な視点ですまずは SWOT 分析こちらを考えてくださいそして無料分析じゃあ交流をするためにはこの B 社の強みを活用するべきですね じゃあ強みって何ですか強み回答の方もちょっと見てくださいそうするとまずはこちら英語にこちら英語が堪能な従業員これ大事ですねでわざわざ書いてあります予見文書これやっぱ活用しなければいけないですじゃあなぜか標的顧客の中にインバウンド客がいるわけですよねだそこに対して英語が堪能な従業員を中心にと もちろん教育してますから、まあ、ちょっと堪能じゃない方でもサポートすることはできるかなとね、まあ、体験するにはとこういったところになります。でことを提供するためには何が必要なのかっていうと、まあ、そうですねやっぱり体験というところにつながってくるかなと皆さんいかがでしょうかね。いろいろと回答の方向性はありりますけれどもやっぱり経験 物よりことっていうことは物より体験につながりますのでそこをちょっとマーケティング上ね考えていただきたいとじゃあ段落の中をちょっと見ていきましょうこちらですね。無料分析そしてもう一つ体験をするっていうことは限られた自社のリソース強みというリソースだけではなくて機械という外部資源の活用ここも考えなければいけないと外部資源の活用も考えなければいけないですよさあ この二つを加味しながらいきましょう。すると、まず段落の中で見ていきますと。三段落目、四段落目、六段落目あたりいかがでしょうかね。三。四。六段落目あたりを見ながら、ちょっと作っていきたいと回答ね。ですると、皆さんお手元見てください。三段落目ですね。こちら見ていきましょう。で、まずは。 X 市はこれ機機じゃないでですすすかを探んねスロット分析で江戸時代から栄えた城下町明治時代までは県内随一の省と書いてありますで教育や文化支援にも熱心な土地柄そしてまた機械があります名札古札もありますよといったところですねでまあこちら徒歩圏内にあるという強みさあここで出てくるのがこの「 B 社の強みとして B 社の強みとして今回出てくるのはちょっと重なっちゃいましたけど立地立地ということはマーケティングの 4P のうちのプレイスになりますよね立地立地の部分の立地特性上の強みがありますね徒歩圏内にありますこれすごく有利です立地これも強みとして捉えてくださいマーケティングの中の中 4P に入っていきますさあ続いていきましょう でまあバスうんぬんというところになりましてまずここの3段落目が皆さん一つ大事かなと思いますこちらでそして4段落目さあいきますねこちらの中を見ていきますと普段使いのお店からまあ料亭まあ割烹料理店さまざまなタイプの飲食店をはじめさあ次機械として私マーカー引いてます各種食料品食料品店和装店銭湯どうでしょう劇場地元の まあ特殊化が建設した美術館などの施設が集積ということはここ集積で当圏内なのかなというところはイメージとして取れると思いますそして今回の標的顧客はそういう美術的なところが好きなそうですねサイコグラフィック的に好きな人たちがまあ 来るんじゃないかなというところで標的顧客を絞っていくならば今回のこの4段落目は使える機会は使えますよね外部経営資源として使えますよねというところに繋がってきますでそして行きましょう今度はまあ5段落目もそうですね5段落目ま5段落目入れていただいても結構ですがこれは次の問題との関連性でまあ一旦防いておきましょうじゃあ6段落目いきますさあ行きましょうこちら古き4期 時代の日本を感じさせる育種のたたつ集まいは観光地として人気ここ大事ですねこちら大事になってきますあとはここも機械ですね食べ歩きできるスイーツや地域の伝統を思わせる和菓子和の風情ですねなどを販売し町のにぎわい創出に努めたってことはこれも外部資源として使いたい。で食べ物は写真映えし まあこちら SNS 投稿に「向く」と書いてありますんで「向く」というところは口コミをより多くより多く赤線でいきましょう。誘発するためという形になりますんでこちら大事ですねこととして写真をちゃんと撮っていくというところにもつながってくるかなと。 でそれが拡散していく拡散していきますよっていったところにつながりますとするとまず三段落目四段落目六段落目を考えながらこちらをベースに回答をじゃあ作っていきましょうとその時に考えなきゃいけないのがドメインとの一貫性ですねドメインとの一貫性なのでちゃんとこと発想で考えていきまして立地という強みも生かしてで人的なところも生かしてというところにつながってきますさらに ちょっと見ていいたただきたいのは回答です回答で銭湯の入浴を体験してもらうこれなぜでしょうこれなぜ入れたのかというと、まあ、今回ねこちらの中見てください2段落目2段落目に弱みがあるんですよ。段落に弱み,で弱みとして私マーカー引いたところで言いますと大浴場はないため各部屋に洋式とトイレとバスを設置しているまあ多分小型なものでしょうね。 ということは、やっぱある程度銭湯で大きいお風呂に入ってもらう。そして和の風情と銭湯ってなかなかね。日本的なものじゃないですか。だから、そこをちゃんとあの体験していただくために、まあ、そこ弱みの内容を加味しながら、今回は銭湯をちょっとこちら回答として入れました。はい、いかがでしょうかね。まあ、出汁のね。だし、引きこう展示。 施設での出しを引くとか、あとは銭湯とか、まあ、その辺はいろいろとかけると思うんですけれども、まあ、今回ね、回答をきっちり作っていくためには弱みを加味して作っていく。まあ、それがまあ、今回こちらの中で言うところのまず一つ目ですね。この企画、体験を企画と。 体験を企画するっていうのを軸にしながら、まあ、どういうふうに対応していくのかでそして持続的競争優位である強みと外部資源を活用していきますよとでこの B 社はあまりね資源持ってない逆にその持ってないという弱みを逆に逆手に取りながら外部資源でフォローしていきましょうという流れで今回回回答の方を作成しております。 はいじゃあよろしいでしょうかねまずこちらの内容をですねしっかりと文章をまとめられたかというのを確認しながら復習を進めてくださいはいじゃあそれではこちらホワイトボードを移してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボードを移してください はいじゃあそれではですね皆さん続きましてお手元第4問ですねこちら解説を始めていきますはいじゃあそれではですねお手元第4問の説問文見ながらですねホワイトボード上から確認していきたいと思いますはいよろしいでしょうかじゃあ上からいきますねのの夜の楽器を取りり込んでってていいう,うに書いてありますさあこれはもうもちろん制約条件ですね。夜ののを取り込んででて書いてあるので その内容が書いてある予見文書の段落そこを中心に考えてくださいねという試験員の制約条件ですのでまずこれはしっかりとですね制約条件を読み取るようにしてくださいでそこを外すとですね点数グッと落ちてしまう可能性ありますのでじゃあ予見文書どこですかこちら皆さんお手元まず見てください。そうすると夜の活気あたりのことを書いてあるのが4段落目ありますよね。 し続くこの祭りの見物客は近年年々増加しているというふうに書いてありますんでまあこちらはまず4段落目とそして先ほど挙げなかった5段落目こちらですね。で5段落目はこの古刹とか名刹があってその名刹は通年で夜間ライトアップを行い 地域の動きに協力したということはやっぱり地域一体化してこの地域で頑張っていこうという考え方が出てますよねでやっぱりそれを活用しないというわけにはいかないですよねっていう話になってきますでさらに見ていきましょうこちらですね地域ボランティアは観光案内や街の清掃活動を行い美しい街並みと活気の維持に熱心である そしてこれも使えますよね最近ではほとんどいなかった夜間の滞在人口は増加傾向にあるといったところこの辺の4段落目5段落目をまず活用していただきたいのでこちら先に段落番号を書いておきましょう。外部経営資源と含めて黒でいきますね 4段落目とそして5段落目これは必ず制約条件として活用していきたいそして外部資源なので、まあ、今回もほとんどこの辺私は機械として引いてますけれどもスウォット分析の機械の部分ですねこれを活用していきましょうとでこれ全体にかかってきまますすさららにいいきししょうこちらですね B 社への宿泊需要を生み出したいと書いてあります。 宿泊需要を生み出したいということはこれは既存よりもどちらかというとこのの新規顧客の獲得になりますねさあこの新規顧客の獲得これを増加させることが軸なので。 客単価とかそういったところに触れていくとちょっと厳しいのかなっていう回答の構成になります。だからまずは新規のお客さん来てくださいと新規の顧客を増やすって言ったところで、なおかつこちらですね。私今回着目したのは弱みの部分。さあ弱みって何段落目にあったかと言いますとこちら。ちょうどですね八段落目皆さん見てください。八段落目。B 社周辺にある他の業種の店店は。 こちらね拡大する観光需要をバネにこのところ高収益を上げていると聞くさあここ弱みです。じゃあ環境はいいんだけど B 社が取れてないっていうことは B 社が何らかの対応ができてない要は内部的な何か弱みがあるんですよねといったところがスロット分析では大切になりますだから B 社だけがこの需要を 享受できていない状態ださあここが弱みですねこちらの弱みだこの段落はちょうどですね7段落目じゃなくて8段落目ですね8段落目の内容も加味してこれやっぱり取っていかなきゃいけないよねとさあ最後こちらですね B 社はどのような施策を行うべきかというところなんですがまあ、こちら何でもかけちゃいますが注意していただきたいのがドメインですね 戦略的マーケティングってていうのが背景に流れてますであともう一つが他の問題ありますね設問第1問第2問第3問第4問との重複を防がななけければいけないこれ重複してしまうとどっちかしか点数もらえないって形になりますんでここは避けていきたいと思います。はいじゃあそれではですね見ていきますと今回も同じですさあ顧客機能ですよね。F ファンクションのことを中心に考えていきましょう。 じゃあ物というのは宿泊の機能ですから物というのは宿泊ですよねで先ほどとみ分けをすると宿泊プラスアルファっていうのが欲しいですよねだから回答の方向性はいくつもあるんですがファンクション顧客機能としてはやっぱりことを中心につながる部分じゃないとそもそも戦略的マーケティング上おかしいですよねっていう話になりますからやっぱり点数は落ちてしまう なので皆さんは宿泊プラスアルファはちゃんと事とにつながるものというところをちょっとぜひね考えていただきたいのとあとはこちらさあ実現可能性が高いものじゃないと経営資源がそもそも限られている B 社ですからここ要注意自社のリソースとあとはこちら 外部資源の機械を活用しましょうというのはちょうど一番上の制約条件と関連してくる内容となります。さあそこをちょっと加味しながら標的顧客をしっかりと見切った上で回答していきますといきましょう回答皆ささん見てくださいでまずはですねこちらを中心に書いていくわけなんですがその時にもやはりここをちゃんと見ていかなければいけない。じゃあお手元いきまましょう、ま、ず ① 地域の祭りの見物やライトアップされた。この名刹の見学ツアーだから、ここはまあ見学ツアー付きの宿泊プランというふうに今回させていただきました。見ることによってあーすげえなーとね。こう街全体のこう一体感ですね。夜のこちらありますよね。活気なのでで、それをちゃんと今回は。 協力したわけですよね。地域としてここが大切です。だからそこを見せてあげることによって、こと発想的なもう体験型になってきますよっていうのがまずは丸一の内容です。こちらですね。で、そして丸二の回答につながります。さあ丸二を見てください。丸二の方を見ていただきますと、この見物客に対してどうなのかっていうと、夜滞在していると、まあ、そのまま徹夜で頑張っちゃう方もいらっしゃると思うんですが。 まあなかなかちょっと眠たいなという形になってくるとどうなのかとでもちろん夕食は多分外で食べるから夕食はいらないですよねでも朝食は欲しいなとでしかも和の風情を楽しみたいなというふうに考えた時には周りにないわけですね周りにない周りにないのに来てないっていうことは認知度が多分足りないだけれども広告宣伝ドーンと打つのはまあ望ましくないですよね 実現可能性という点でじゃあどうするのかっていうと外部資源の,誰を,あの誰,を誰を活用していこうかっていう話になるんですが一応こちらアイディアとしましては予見文章の中でこちら観光案内しているわけですねで観光案内している方に、まあ、ちょっと眠いとかちょっと泊まるとこないのかって言ったらあ B 社がありますよっていうふうにちゃんと協力を得て当日の宿泊の案内をしてもらえれば。 そのまま新規のお客さんにこうねつながってくる新規顧客のアップにつながってくるかなとだからここは外部資源を活用した内容を書いていただければとてもまあ流れとしてはいいんじゃないかなと思いますはいまあこの辺よろしいでしょうかね回答の切り口はいくつもあるんですけれどもまず出てくる内容としましては顧客機能といったところあとは標的顧客を明確にしていくことと予見文章でちゃんとこの取り込んでいない 弱みの部分をちゃんとス w ットで分かった上でじゃあ今回回答をしっかり書けるかでその時に具体的なこちらね施策を書かなければいけない施策はじゃあどうやって考えていくのかっていうと自社の資源だけではやっぱり限りり限がありますねだから外部の資源を活用していこうですがその中でも事例の2で大事なのは規模感から考えてこちらですね実現可能性の 高いものをですね皆さん回答していただいた方がよりいいんじゃないかなと思いますはいじゃあそれではですね皆さん第1問からまず第4問を回答していただいた上でそれぞれが戦略的マーケティング経営理念とか経営者の考えがトップにあって強み弱み機械脅威っていうのがあってそれぞれそういったところを踏まえながら一貫性のある回答になっているか というところ特に標的顧客との関係それぞれの内容それをしっかりともう一回確認してみてくださいずれるということは点数かなり失うということになりますのでぜひねそこを注意してしっかり復習していただいてまたですね次の皆さんが受ける時の試験につなげていただければと思いますはいじゃあそれではですね今回のこちらの内容については終了にします皆さんお疲れ様でしたあとしっかりとこちら写してくださいこちらよろしくお願いします